皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作よくチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、久しぶりにジャンプの購入品紹介なんですけれども、まあ早速こちらになりますね。はい、はい、こちらはですね、パナソニックの CD ラジカセで、RX-FD65 という機種になります。こちらはですね、1987年に発売されたラジカセですね。はい、でこの FD65 っていう製品の前の年に1986年に松下電器としての一番最初の CD ラジカセ、FD80 っていうのを出したんですけれども、その翌年の製品になりますね。でその FD80 まではナショナルブランドの製品だったんですけれども、この年からこのラジカセはパナソニックブランドになりましたね。でこの後に1990年にですね、コブラトップシリーズが始まって、まあ1990年代中頃までそのシリーズが続いていくということになりますけれども、でこちらの FD65 なんですけれども、状態としてはまあ CD 再生不可、テープはまあ OK かなと、あとはラジオは聴けるというような状態なんですけれども、まあとりあえずはまずその動作確認の方をちょっとやってみたいと思います。はい、でこの本体の上にパワースイッチがあるんですけど、パワースイッチをオンにしますとパワー LED が光ってます。なので電源はちゃんと入りますね。で、上にセレクターがあって、モードの切り替えがここにあるんですけど、今これテープの状態になってますけど、じゃあラジオ今これ AM ですね。 AM ラジオはちゃんと入ります。はい、多分これ NHK だと思いますけど、AM ラジオは OK ですね。じゃあ FM ちょっと聞くのにちょっとアンテナ伸ばしましょう。はい、これは福島 FM ですね。はい、FM もちゃんと入ります。でテレビの VHF と UHF の切り替えもあるんですけど、まあ、当然このアナログですからここはもう入りません。はい、じゃあカセットテープ聞いてみましょうか。一応デッキは1と2、2台ありまして、両方ともオートリバースに対応してますね。はい、じゃあちょっとデッキ1からいきましょうか。じゃあプレイ、止まってしまいましたね。ちょっとデッキ1は調子悪いみたいですね。はい、もしかしてこれは、セテープが、じゃあデッキ2の方はどうでしょうか。はい、デッキに再生します。デッキが反応しなくなっちゃいましたね。ちょっとカセットはやっぱりダメっぽいですね。事前のテストでは再生できてたんですけど、ちょっとなんか調子悪くなっちゃったみたいですね。じゃあ、まあ、動かないとされてる CD なんですが、はい、
エジェクトボタンが開きます。で、まあ、毎度のことながら YouTube のオーディオライブラリーから、まあ、CDR に焼いたやつなんですけど、この、CD ラジカセなんですけど、 CDR がもしかすると再生できないかもしれないんですけど、まあ、ディスクを認識するかどうかをまずちょっとチェックしたいと思います。ディスクがくるくるっと回るんですけど、ここに、曲数とか時間とか、あとここにカレンダー式の曲数の表示があるんですけど、それがちゃんと認識されてないので、まあ、CDR はちょっとねダメなのかもしれないですけど、普通の CD、まあ、市販の CD なら、はい、ここに今曲数が出てますね。曲数が出てるんですけど、CDR ではちょっと読み込めないのかな。まあセオリーとして、はい、こちらのレンズクリーナーをちょっと使ってみようかと思います。はい、じゃあレンズクリーナーにしてみましょう。さあどうでしょう。一応ディスクは認識してます。じゃあこれで再生してみます。おっと、なりましたね。クリーニングが終了しました。停止させてディスクを取り出し、付属の専用ケースに入れ大切に保管してください。はい、じゃあこれで CD が聴けるようになったのかというところをチェックしましょう。うん、CDR が読めるようになればね、いいんでしょうけど、やっぱ CDR はダメっぽいですね。じゃあもう仕方ないんで市販の CD でちょっとテストをしてみたいと思います。まあちょっと音楽は流せないと思うんでオフにしてありますけど、はい、というわけで、一応市販の CD だったら再生できるようになりましたね。はい、はい、というわけで、一応 CD は復活したようで、ただちょっとテープの方がですね、どうやらなんか不調になってしまったみたいで再生ができなかったんですけれども、でラジオも OK ということで、ただですね、このラジカセの最大のジャンクというか、まあ壊れている部分っていうのは、この両側のスピーカーなんですね。はい、スピーカーのですね、エッジといって、そこがこうウレタンのエッジになってまして、それでこうスピーカーがこう振動するのをこう衝撃を受け止めてるみたいな感じになってるんですけど、まあ、ウレタンのエッジっていうのは経年で劣化してしまって、粉々に砕けちゃったりします。で、実際このラジカセも左右のエッジがですねボロボロになっちゃって、砕けちゃってます。で、特にこっちの、向かって左側のスピーカーなんかはなんかこうエッジにセロハンテープがこう貼ってあって、補修をしたつもりなのかもしれないですけど、この前の持ってた人か誰かがやったんだと思うんですけど、わざわざ分解してこうテープを貼るまでやってる感じではあると思うんですけど、まあ、それだとね、全然あの補修したことにもならないんじゃないかなと思うんですけど、まあ修理も、まあ、テープの部分の修理も兼ねて、まあ、このスピーカーエッジもですね、修復していきたいなと思います。で、とりあえず
このまずは皮を分解していきたいと思います。はい、じゃあとりあえずですね、ネジを外していって分解をしたいと思います。まずはですね、この後ろ側からネジを外していって、まずはラジカセの前と後ろをこう分離する感じにしていきたいと思います。じゃあドライバーで、多分前のユーザーは1回分解してるんだと思うんですね。前のユーザーかどうかはちょっと分かんないけど、まあ、前に使ってた人は1回はこれ分解してるんじゃないかと思うんですけど、はい、というわけで前面を外すところまではいけましたので、一回こうスピーカーを外して今の状態を確認したいと思います。はい、というわけでネジが外れたので、これでスピーカー外せると思うんですけど、はいはい、さっきまあ、外からだとあんまりよく見えなかったんですけど、エッジは完全に、砕けちゃってますね。で、まあ、ここにこう、セロハンテープが貼ってあるんですけど、まあ、これは当然、用を足してません。はい。まあ、これで音を鳴らしても、単純にこう低音がビリビリという、なんかビビってる音しか聞こえないと思います。でこっちのスピーカーも、はい、この通りエッジのところは完全に砕けちゃってますね。はい、もうちょりちょりもボロボロになってます。はい、でこのスピーカーのエッジなんですけど、まあスピーカーの大きさはまあ汎用で同じものがあるかとは思うんですけど、このエッジを単体で注文すれば、それはそれで手に入れられるんですけれども、まあ、今回はですね、まあ、自分のテクニックの向上も兼ねて、このスピーカーのエッジのところをですね、自作で修復をしていきたいなと思います。で一応そのための材料はね、もう揃えてあるので、まあ、次の機会にちょっとねその工程をお見せしたいなと思います。はい、というわけで今回はこの動画分解までということにして、次回こちらのスピーカーのエッジの修復と、まあおまけでまあカセットの修復の方もできればなと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。